突然ですが皆様、カクテルのレシピを覚えるときはどうしていますか？まさかカクテルブックの1ページ目から順番に覚えていっているってことはないでしょうか？もちろんそれも悪くはないんですけども、簡単に覚える方法、法則というのがございます。マスターはどうやってそんなにたくさんのレシピを覚えることができるんですかっていう質問をよくいただきます。ですので今回はですね、特別にバーテンダーの企業秘密を皆様にお教えしたいと思います。もう永久保存版と言っていいと思います。ぜひご覧くださいませ。はい、ということでお疲れ様です。プロのお酒塾でございます。皆様お酒をねお家で作ることあると思うんですけども、一番のネックはね、レシピを覚えれないってことですよね。もちろんですね、覚えるために最低限の努力っていうのは必要です。ただですね、今回の動画を最後まで見ていただきますと、覚える努力とか労力はね半分以下にはなると思いますね。なんといっても楽しく覚えることができると思います。そもそもですね、じゃあ皆様、世の中にカクテルっていうのはですね何種類あると思いますでしょうか？答えはですね、星の数ほどあります。今この瞬間もですね、世界中に新たなカクテルが生まれているわけですね。全てのねカクテルを完璧に覚えるなんていうのは、まあそもそも無理な話なんでございますね。じゃあ逆に何種類覚えていればプロのバーテンダーとしてやっていけるのかっていうのも皆様疑問に思うかもしれませんけども、これはね大体ね30から50種類と言われております。そんな少ないのって思われた方いらっしゃるかもしれませんけども、お客様がオーダーする9割はこの30種類から50種類の間に入っています。嘘だ、そんな30種類でね対応できるわけないじゃんって思われたかもしれませんけども、じゃあちょっとね簡単に30種類いってみたいと思います。ジントニック、モスコミュール、ハイボール、モヒート、マティーニ、カルーアミルク、カシスオレンジ、ホワイトレディ、ネグローニ、キューバリブレ、レッドアイ、ソルティードッグ、マルタドール、プモーニ、ギムレット、マルガリータ、ダイキリ、オールドファッションド、カミカゼ、スクリュードライバー、チャーリーチャップリン、コスモポリタン、ゴッドファーザー、アレキサンダー、テックスオンザビーチ、ブラックルシア、ブラッディーメアリー、ロングアイランドアイスティー、テキーラサンライズ、マンハッタンと、まあこれでね30種類あります。大体これ以外のカクテルを頼まれることってはまあないですね。まあ他にもチャイナブルーとかアメリカノとかシャーリーテーブルとかまあありますけど、大体ねもうほんと多くても50種類、これ以上のことを頼まれることはまずございません。で今ね発表しました30種類ですね、これは暗記ノートを使ったりとかしっかりと覚えてください。で今日のポイントとしましては、カクテルのまず基本を覚えて、そこからですね兄弟カクテルっていうのがございます。同じ系統のカクテルですね、それを潰していけば100種類150種類っていうのも簡単に覚えることができますので、ぜひね動画の方をご覧くださいませ。さあではね早速やっていきましょうっていう話なんですけども、一番ね効率のいい覚え方は何でしょうか？一番いいのはですね、実際に作ってみるってことですね。で2番目は実際に味わってみるですね。結局のところですね、実際に作ったりとか飲んでみないと覚えれないです。頭では記憶できても、いざ動こうってなった時にですね動かなくなります。なので一番何が大事かというとですね、アウトプットなんですね。今ね皆様これインプットの状態です。でこれから多分僕がお教えすることによって、あすごいと思ってですねメモ取らなきゃってメモ取るかもしれませんけども、まあ正直言ってですね、取ったメモを見返す人なんて1割もいませんので、そんなことをせずにですね今日の講義を聞いていただいたらもう1杯でもいいですので、実際作ってみるということをしていただければ非常に身につく講義になるかなと思います。カクテルの覚え方実践編をやっていきたいと思います。まずですね1番目はですね、バリエーションで覚えましょう。バリエーションどういったことかと言いますとですね、俗に言うですね、今からお教えしますのはホワイトレディ系っていうやつですね。はい、ホワイトリーディーというカクテルがございます。ジンとレモンジュースとコアントロですね、こちらをシェイクしていきます。はい、こちらでホワイトリリーの出来上がりでございます。あー美味しい、いやめっちゃ美味しい、うまい。こちらですね、カクテルの黄金レシピと言われておりまして、ジンのベースを変えるだけでカクテルの名前が変わりますね。じゃあね皆様覚えていきましょう。はい、じゃあこれがウォッカに変わりました。そうしますとバラライカです。ラムに変わりましたら XYG です。ブランデーに変わりましたらサイドカーですね。ホワイトリリーを覚えただけで4種類カクテルのレパートリーが増えることになります。作り方は全く一緒ですね。こういった感じでやっていきましょう。次はですね、モーニ系でございますね。モーニ系作っていきたいと思います。モーニ系の元祖が皆様ご存知、スプモーニでございます。まずですね、スプモーニでございますので、カンパリですね。こちらが30ミリです。グレープルジュースですね。こちらを45ミリ入れてください。カンパリグレープフルーツを作ります。そうしましたら、こちらのトニックウォーターですね。こちらを注いでいきます。氷に当てないように静かに入れていきますね。トニックウォーターの炭酸が飛ばないように軽く混ぜますですね。いただきます。美味しいです。そのお酒プラスグレープフルーツトニックって言われるのもですね、モーニ系と言います。ディタに変えていただきますとディタモーニですね。ミスティアに変えていただきますとマスカットモーニで、パッサーですね、こちらを使っていただきますとパッシモニになります。リキルだけではございません。こちらラムに変えていただきますとソルクバーノというカクテルになります。ウォッカに変えていただきますとウォッカソルクバーノになります。テキーラに変えていただきますとパローマになります。
ぜひ皆さんも覚えておいてください。さあ次はですね、ゴッドファーザー系ですね、氷を入れまして、ウイスキーですね、こっちウイスキーを45ミリ入れます。で次にこちらアマレットですね、アンズの角度リキュールでございます。こちらを15ミリ入れていきます。こちらをねよく混ぜ合わせますね。非常にシンプルなレシピでございます、ゴッドファーザーでございます。いただきます。あー美味しい、あーうまい、やっぱめちゃくちゃ美味しいですね。まずこちらのですねスコッチウイスキーをウォッカに変えていただきますと、ゴッドマザーになります。ファザーに対してマザーで、ブランデーに変えていただきますとフレンチコネクションと言いますね。はい、じゃあ次はですねブラッディーメアリー系でございます。ウォッカとトマトジュースでまずブラッディーメアリーでございます。ジンに変えていただきますとブラッディーサムです。テキーラに変えていただきますとストローハットです。ラムに変えていただきますとクバニートです。はい、次はアレキサンダー系ですね。ブランデーとカカオと生クリームでアレキサンダーなんですけども、ブランデーをウォッカに変えますとバーバラになります。ジンに変えていただきますとプリンセスメアリーになります。さあ次はですねマンハッタン系でございます。本当はメーカーズマークじゃなくてライウイスキーを使うんですけども、ライウイスキーとスイートベルモットを使いまして、でマンハッタンです。スコッチに変えていただきますとロブロイになります。ブランデーに変えていただきますとキャロルです。ラムに変えていただきますとリトルプリンセスです。テキーラに変えていただきますとテキーラマンハッタンです。次はですねお酒を割る割り剤から覚えていきましょう。まずですね最初に来るのがシャンパンでございますね。アンカーはシャンパンを置いてませんので、こちらのちょっとスパークリング日本酒でちょっと代用させていただきます。これねシャンパンだと思ってください。シャンパンに対してカシスを入れますとキールロワイヤルになります。こちらのシャンパンが白ワインだったらキールになりますね。白ワインだったらキール、シャンパンだったらキールロワイヤルです。あとシャンパンはですね生のオレンジジュースで割るとミモザになります。シャンパンとピーチネクターでベリーになります。さあ次はですねビール系ですね。ビールで割るもののカクテルもたくさんの種類がございます。ビールをジンジャーエールで割りますとシャンディガクというカクテルになります。これねすごく美味しい作り方があるのでぜひ皆様にですねお伝えしたいと思います。最初にですねビールをつぎます。でこの時にちょっとね泡立てるようにしてビールを注いでください。わざと泡を泡立たせる感じですね。はい、半分よりもちょっと多めに入れてください。泡がバッと立ちます。はい、そうしましたらですねちょっとずつ泡がですね落ち着いてきます。そうしましたらジンジャーエールですねを上からですねゆっくりと注ぎます。泡の様子を見ながらなんですけども、ゆっくりと注いでいきます。でジンジャーエールは糖度が高いので結構勝手に混ざります。ほとんどもう混ぜなくてもいいぐらい、ジンジャーエール後から入れますと泡もですね綺麗に作ることができます。バスプーンにスッと入れていただいてちょっと軽く混ぜるだけでバッチリでございます。泡がね吹きこぼれることもございません。こちらねぜひ皆様飲んでみてください。ではいただきます。あめっちゃうまい、一番うまいですこれ。ですのでこの作り方でね皆様ぜひ作ってみてください。はい、ではですねこちらビールカクテルやっていきましょう。トマトジュースで割りますとレッドアイです。レモネードで割りますとパナシェです。カルピスで割るとダブルカルチャードです。白ワインで割るとビアスプリッツァーです。ビールの種類が変わりますけども、黒ビールとシャンパンで割りますとブラックベルベットでございます。黒ビールとコーラで割っていただきますとディーゼルですね。最近はですね泡だけのビールというのが流行ってまして、これはねミルコと言いますので覚えておきましょう。さあ皆さんまだ起きてますでしょうか。寝ちゃダメですよ、最後まで聞きましょうね。はい、じゃあ、ね、次ねジンジャーエールですね。これも非常に多いです。お酒をですねレモンジュースを入れてジンジャーエールで割ることをですねバックというスタイルで呼ばれることがあります。 BACK ではなくて BUCK でございまして、オスの鹿が蹴り上げたような将棋があるということでバックと言われております。ジンバックですね、ウォッカバック、ラムバック、テキーラバックと。あれマスターウォッカバックってモスコミルと違うのって思うかもしれませんけども、モスコミルの場合はですねウォッカレモンジンジャーじゃなくてウォッカライムジンジャーです。そしてこういった銅膜で作るものがモスコミルと呼ばれております。さあジンジャーエール割り他にもあります。こちら赤ワインで割りますとキティですね。白ワインで割りますとオペレーターです。こちらのグレナデンで割りますとノンアルコールのシャーリーテンプでございます。あとよく使われる割り剤としましてはトニックとコーラがあると思うんですけども、トニックはほとんどそのままですね。もうそれこそジントニック、ウォッカトニック、ラムトニック、テキーラトニック、このままですのであんまりそんなに名前的には覚えるものはございません。でコーラなんですけども、赤ワインで割りますとカリモーチョですね。ラムで割りますとキューバリブレ、マリブで割りますとマリブコークですね。ジン、ウォッカ、ラム、テキーラ、あとコアントロとかレモンジュース、ガムシロップ入れてコーラで割るとロングアイランドアイスティーですね。こちらも覚えておきましょう。ということで割り剤で覚える系は以上でございます。次はですねカクテルのスタイルで覚えましょうということで、まずですね代表的なものがフィズ系でございますね。炭酸を開けた時に音がフィズっていう ところから名付けられたんですけども、一番人気のあるフィズカクテルを作っていきましょう。非常に人気がありますのがこちらバイオレットフィズですね。バイオレットを45ミリ入れていきます。アンカーでもバイオレットフィズは本当に出ますので、まあ、覚えておいて損はないですね。次にレモンジュースが20ミリですね。シロップが1ティースプーンです。こちらをシェイクしていきます。
はい、こちらを軽く氷をねもう上げるぐらいで大丈夫です。下がってきたところをちょっと1回転ぐらいしましょう。はい、こちらでバイオレットフィズでございます。フィズ系カクテルの代表格ですね。ではいただきます。めちゃくちゃ美味しいですね。いや素晴らしいです。最高ですね。これでねジンに変えていただけましたら有名なジンフィズになりますし、カカオホワイトを使ったカカオフィズも非常に美味しいですのでぜひお試しくださいませ。ちなみにですねフィズと似たスタイルでコリンズスタイルっていうのもございます。まあジョン・コリンズとかトム・コリンズとかあるんですけども、あちらはですねグラスがコリンズグラスですね。全く同じ作り方で注ぐグラスがコリンズグラスだとコリンズというスタイルになりますので、こちらね混同しないように気をつけてください。いやでも美味しいなこれ本当に。はい、では次はですねサワーですね。サワーは簡単に言いますとフィズのソーダがないバージョンですね。サワーっていうとやっぱレモンサワーとかチューハイとか思い浮かぶんですけども、カクテルの場合は違いましてですね、ウイスキーサワーとかに代表されるんですけども、酸味があるという意味でのサワーでございますのでご注意くださいませ。はい、じゃあ次はですねリッキーですね。リッキースタイル、これはね本当つけ方がバーテンダーによりますので、これがね正しいではないんですけども、僕はですね半分にしますね。はい、こうやって半分カットにしまして、であんまりえぐみが出るから潰さない方がいいとか言うんですけど、僕はね結構もうグッとここでライム絞っちゃいます。はい、でもうそのままね下に落とします。これはもういろんなスタイルがありますので、それ美味しくないよとか言うのはねやめてください。で上から氷を入れまして、じゃあ一番有名なジンリッキー作ってみましょうか。本当にねこのスタイルは柑橘としてライムを使うだけでございまして、もうシロップとかそういった甘いもの類は全く入れません。ですので純粋にお酒と爽やかさを味わうためのカクテルでございますので、まあ、男らしいですよね。男の人でこれ飲んでたらめちゃくちゃかっこいいなって僕は個人的には思います。ソーダを氷を避けてゆっくりと入れていきます。いやー綺麗ですね、やっぱいいですね。そうしましたら混ぜる用のマドラーをさせていただいて、お客様に好みで潰していただきながら飲んでいただくと、こちらがリッキーでございますね。ウォッカリッキー、テキーラリッキー、ラムリッキーとございます。いただきます。めちゃくちゃ美味しいですね。ゴードンがまたいい味がします。はい、あとですねエッグノックというスタイルがございまして、お酒プラス卵黄プラス牛乳と砂糖ですね、こちらをシェイクして作るものがエッグノックと言われております。ブランデーエッグノックとかね、いろいろなものがございます。でジュレップというスタイルがございまして、こちらもお酒に対してミントと砂糖を入れたものをクラッシュアイスを入れて潰してソーダか水で満たすものですね。例えばこちらにですねウイスキーを入れて桃とかを入れますと、ウイスキーと桃のミントジュレップになります。いろんな応用の方法があります。いちごとかでも使えますのでぜひお試しください。あとはですねスリングとかクーラーっていうスタイルもあるんですけども、これはですね解釈がちょっと非常に広すぎまして、これだっていうのをご説明してしまいますと誤解を招く恐れがありますので、ここではですねちょっと割愛させていただきます。はい、ということで皆様本日はですねバーテンダーの企業秘密といったところでカクテルレシピの効率的な覚え方っていうのをレクチャーさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。こういったところで紐付けされてるんだなとか、これ一つ覚えたら何個か覚えやすいなっていうのも発見していただいたんじゃないでしょうか。まあただですね今日もグラグラ話しましたけども、最初にも言った通りですねやっぱ作らないと覚えられないですね。これ究極です。まあそれ聞いちゃうとね何だったのにこの時間はってなってしまうんですけども、これはもう本当そうで、家でねカクテルブック見ながら趣味で作る分にはいいんですけども、将来ねバーテンダーになりたいとかちょっとお店やりたいなって方はですね、もう一刻も早くですねお酒が作れるそういったバーテンダーとかにねなっていただいて、実際作って覚えていただくのが一番の近道かなと思います。はい、じゃあですね最後にですね今日の講義をですねここまで見ていただいたですね、そんな素晴らしいあたりですねスペシャルビッグボーナス特典をですねプレゼントしたいと思います。はい、で僕もですねバーテンダーやってまして、まあ1回ぐらいなんだそのカクテルはってね思う時あります。うわどうしようっていう時がねやっぱ正直あります。海外のドラマで見たとかねアニメでやってたとかだとさすがにそこまでカバーしきれない部分がございます。さあじゃあその時ねマスターはどうしてるのかと、お教えしたいと思います。これも今日ここだけですよ。ぜひ皆さんも内緒にしていただきたいんですけども、お教えしたいと思います。それがですね、パソコンに頼るですねパソコンに頼るって言っても普通にね頼るわけではございません。タッチ ID で解除しましたらもうすでにですねもう検索窓が開いておりまして、カクテルの名前をね打ち込むだけでレシピが出てくるってやつですね。それを丸暗記して作るっていうことなんですけども、ただねこれはね諸刃の剣です。正確なレシピはもちろん手に入るんですけども、注文した瞬間にこうやって打ってたら、うわマスター分からんねやもっと勉強しろやってなってですね、その後出てたカクテルになってね、あ分からなかったやつでしょってねしょうもね店だなってなっちゃうわけですよ。なんでここでね自然にやる方法ですね。もし注文されてあ分かんねえと思った時にですね、まず顔に出さないですね。では仮にですね、まあ、にゃんにゃんにゃんっていうカクテルがあったとします。でねにゃんにゃんにゃんっていうカクテルをですねもうお客様からオーダーされましたと、まあもちろん分かんないですねレシピなんて。そういった時にですねもう一度よろしいですかとか言ってしまうと、これはねかっこ悪いです。もうねにゃんにゃんにゃんっていうカクテルありますかって言われたら、あはい分かりましたお待ちくださいって言って、まあ内心ねやっべなんだそれやって思うんですけども、で、まあ、ここでねご注文されてカウンターとかに常連様いらっしゃいましたら、こうやって外を見てですね、あ田中さんそういえば明日ゴルフでしたよね、なんか雨降りそうなんですけど天気予報見ますねって言いながら、天気予報は見ずにここでにゃんにゃんにゃんと検索しますカクテルで。で
あ、田中さん、あ、ちょっと改善ちょっと弱いっすね、明日晴れかなと言いながらニャンニャンニャンって書くと読みまして、そこでもうね全集中してレシピを覚えるわけですね。覚えました。そしたらですね、天気予報を見て、あ、田中さんやっぱ明日昼から晴れですわって言いながら、よかったですねとか言いながらニャンニャンニャンを作るわけですね。そうしましたらですね、もしニャンニャンニャンをオーダーされてた方がもし僕のことをずっと見られてたとしても自然なんですね。わかりますでしょうか。これでね、何も言わずにもう顔面めっちゃこう緊張しまくったままこうやって検索してたらもうバレてしまいますので、いかにこう自然にね、想定外のことがあったとしても顔を作れるか、そして平常心を持って何事もなかったようにパソコンに向かえるか、まあ非常に、せっこい話でございましたけども、参考になりましたら嬉しいです。まあやっぱね、こんなね便利なものがありますので、文明の利器に頼りましょう。そんなね、全てが全て覚えれないです。でもお客様からしたら僕はプロでございますし、覚えてて当然っていうね期待を持ってこうオーダーされますので、それにお答えするのがやっぱプロだなと思いました。まあ手段は別としてね、はい、といったところでございました。いや、これ大丈夫かな、なんかコメントとかね荒らさないようにしてくださいね。ということで、ご参考になりましたら嬉しいです。お酒についてもっと学びたいとか、マスターからズームで個別指導を受けたいとか、お店のメニューをねもっと増やしたいとかございましたらですね、会員制にはなるんですけども、バーアカデミーイーツ店というのを開講しております。こちら最初の1週間は無料で使えますので、ぜひですね、どんなもんじゃいって感じで見ていただければ嬉しいです。ではまたお会いしましょう。さよなら。